おはようございます。ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日玉木和也君、金子陽一君および川上義弘君が委員を辞任され、その補欠として蓮舫君、安井美佐子君、松浦大吾君が選任されました。財政および金融等に関する調査のうち、金融証券市場をめぐる諸問題に関する件を議題といたします。本日は本件について参考人の方々からご意見を伺います。ご出席いただいております参考人は AIJ 投資顧問株式会社代表取締役浅川和彦君、 ITM 証券株式会社代表取締役西村秀明君、株式会社東京年金経済研究所代表取締役石山勲君、および栃木県建設業厚生年金基金理事長渡辺勲君でございます。なお参考人として本日出席を求めておりました AIJ 投資顧問株式会社取締役高橋茂子君につきましては、体調不良のため本日出席できない旨の申し出がございましたのでご報告申し上げます。この際参考人の方々に一言ご挨拶を申し上げます。本日は本委員会にご出席いただき誠にありがとうございます。皆様からご意見をお述べいただき、今後の調査の参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。議事の進め方でございますが、浅川参考人、西村参考人、石山参考人、渡辺参考人の順序でお一人3分以内でご意見をお述べいただき、その後各委員の質疑にお答え願いたいと存じます。ご発言の際はその都度委員長の許可を得ることとなっております。また各委員の質疑時間が限られておりますので、ご答弁は簡潔にお願いしたいと存じます。それではまず浅川参考人にお願いいたします。浅川参考人。浅川でございます。前回の衆議院財務金融委員会に引き続きまして、参議院財政金融委員会に発言をいただきまして感謝いたしております。私どものエイムグローバルファンドを買っていただいた年金基金の皆様、個人投資家の皆様、年金基金の88万人といわれる受給者の方、加入者の方の皆様に深くお詫び申し上げます。さらにこのファンドの受託銀行、他社の投資顧問会社の皆様、国民の皆様にこのような事態を引き起こしてお騒がせをし、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。今考えると、なぜここまで損を出し現在のような悲惨な状態になるまで続けてしまったのか、いつも運用に対する心配と不安を抱えながら、お客様にも社員にも本当の運用状況を告げられずに、早く有効な運用をして元に近づけよう、戻そうと必死になり、戻せるという自信から相場と戦ってきましたが、このような結果となってしまいました。ただ人を騙して自分の個人の金を増やそうとか、自分個人が儲けたいと思ってやったことは一切ありません。年金基金のお金という重さから、基金の皆様に損をした状態で終わらせたくないという思いと、絶対に終わらせてはならないという思いから重なりまして、公表に踏み切ることができませんでした。私を買いがっていただいたお客様、親しくくださった年金基金の皆様に、また多くの知人にご迷惑をかけ、大変申し訳なく思っている次第でございます。今の私にできることは、残余財産を公正かつ平等にお客様にお返しすることが責務だと思っております。全受益者の方々から返金を求めるご意見ができておりますので、聞いておりますので、真摯に対応していきたいと思っております。ありがとうございました。
次に西村参考人にお願いいたします。西村参考人。ITM 証券の代表取締役をしております西村でございます。まず年金基金および加入員の皆様、その他たくさんの方々にご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。新聞報道があった2月24日以降、営業マンたちと手分けして全国ほぼすべてのお客様にお詫びと状況説明をしてまいりました。残念ながら AIJ 投資顧問からの情報が業務停止中ということもあり、一切情報がない中で新聞記事を頼りに説明してきたために、一部誤ったところがあったかもしれません。この場をお借りしましてお詫び申し上げます。この 1,2 週間の間に徐々に残余財産の額や内容が明らかになってきました。お客様への返還が公平かつ公正に行われるように、関係各位の皆様と協力しながら引き続き一生懸命やっていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。次に石山参考人にお願いいたします。石山参考人。東京年金経済研究所の代表をしております石山でございます。AIJ の件に関しましては、事実を明らかにしてほしいというのが現在の最も強い心情であります。事実がわからないと、これまで取ってきました私の考え方や行動について検証することもできません。年金基金を含め投資家は運用会社から提出された説明資料や数値には嘘を偽りのない神聖なものであるという前提に立って説明を聞いております。 AIJ からはリスクヘッジをしているので、いわゆる伝統的資産といわれている株式や債券との相関が低いという説明を受けておりました。オルタナティブ投資をする理由の一つは伝統的資産との相関を低くするというところにあります。年金資産の運用にあたっては、株式や債券といった資産そのものの分散や運用戦略、運用手法の分散も行って予定収益の達成を目指す、どのように目指すには、どのような組み合わせにしたらリスクを抑えられるか、さまざまな組み合わせを比較考慮しながら方針を決めていくわけであります。オプションを使った戦略も年金基金において分散投資をしていく上での一つの選択肢であると考えておりました。また現実の問題として、年金基金の資金を管理している信託銀行においてもこの状況を見つけられなかったということでありまして、私も含め年金基金においてもこのような不正が行われていったことを見抜くことはできませんでした。年金基金においては資産運用に関する意思決定は特別に重要なものであるというふうに考えております。意思決定に当たられている役員の方々は長年厳しい経済環境の中で培われてきた経験から、実体経済に対する感能度は非常に高いものがあります。経験に基づいて比較考慮し意思を決定していただく場合に最も大切なことは、分かりやすい説明をするということであります。コンサルタントの重要な役割は、意思決定の過程で十分な議論が行われるよう助言並びに支援することにあると考えております。最後に投資家の皆さんに早急に資金を返還していただきたいと、こういうふうに考えております。以上です。ありがとうございました。次に渡辺参考人にお願いいたします。渡辺参考人。はい。私は栃木県建設業厚生年金基金理事長の渡辺勲でございます。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。早速ですが、 AIJ の採用の経緯についてであります。当基金では平成16年11月に初めて ITM 証券より AIJ の資産運用についての勧誘を受けました。当基金ではすでに解散について検討されており、
運用市場も順調だったことから採用は見送っておりました。その後金融市場の変化やマーケットの変動幅等も考慮しながら3年間にわたり AIJ の運用実績を観察しつつ合わせて運用プロセス運用戦略及び市場分析によりリスク管理等について AIJ の社長など関係者から説明を受けておりました。その結果多様化する資産運用の一つの仕様として当初は2億円から始まり平成23年10月までに元本45億円まで増額したものであります。この間金融庁による業務停止命令が報道されるまで AIJ の運用報告を信用したもので私どもへの運用手法リスク管理の説明とは大きな隔たりがあったことが判明した現在は運用委託当初から騙されていたと強く感じております。平成15年に失礼いたしました。次に投機金の現状でありますけれども平成15年11月に足利銀行が経営破綻した翌年に財政再建算の結果掛け金引き上げもしくは給付減額が選択せざるを得ない状況になりました。当時の業界の状況では負担増に耐えられないとの結論に達し給付減額で対応をいたしました。平成17年11月には厚生労働省関東信越厚生局へ基金解散の事前申し出を行いましたが基金解散理由の基準における内規加入事業所の 50% が赤字であることに対象しないということで門前払いをさせられました。赤字計上するには入札契約制度上不利益となるという業界特有の事情も考慮されず確実的な判断がなされたものであります。特に建設業界を取り巻く環境は公共事業への削減と長期にわたる地方経済の低迷でダンピング受注が激化し企業収益も悪化の一途をたどっておりこれ以上掛け金の負担増には耐えられない事業所の経営状態となっております。最後に本事案が発生した要因と再発防止についてであります。平成18年の金商法改正による投資運用業者の規制緩和により当然その反対側にあるべき管理監督の甘さが被害を拡大させた要因の一つであるとも考えております。また昭和41年にこの基金制度が始まって以来経済環境運用環境は大きく変化し制度疲労を起こしているにもかかわらず抜本的な改正がなされずその場しのぎの対処療法でしか対応してこなかったことがいろいろな要因が複合して今回の事案が発生したものと考えております。地方の経済の困窮がこのような状況になりますと倒産した企業の分まで連帯して負担しなければならない現状では残された企業も同様な道をたどることになるため業界全体が再起不能の事態に陥り現在クローズアップされております災害対応空白地域になりかねずぜひとも今般の事案に関して加入している事業者の負担にならないようお願いを申し上げる次第でございます。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。蓮舫君、よろしくお願いいたします。まず西村さんにお伺いをいたしますが AIM グローバルファンドの監査報告書見ないで浅川さんにお渡しをしておりましたが何と言われたんですか。西村参考人、はい、見ないでそのまま8階に持ってくるようにということです。蓮舫君、疑いましたか。西村参考人、疑いましたか。疑いましたか。まあ、特にその時の気持ちは今しっかりと記憶をしておりません。今しっかりと記憶しておりません。蓮舫君、
資料11ページ、これは初年度は偽造していないんですね。で、2年目は AIJ 作成、HSBC 作成の純資産額、2年目からすでに27億違うんです。AIJ はもうここからも偽造をしている。これ2年目は見ていたということですが、西村さん、これ気づきましたか。西村参考人。2年目までは見て、でしかも、まあ、評価、未公開額の評価ですね、まあ、そういったものを変えて、資産を多く見せれないかというような話でしたので、まあ、それについては、私どもの意見は述べております。蓮舫君、何と意見を申しました。西村参考人。意見というのは、まあ、未公開株の評価ですね、この評価替えについて、それについて、私どもの意見を申し上げたということです。蓮舫君。この監査報告書というのは、まあ、唯一の客観的な数字でファンドを信託して販売しているわけですから、この数字を確認することは証券会社にとって非常に重い意味を持っているんですが、7年間見続けなかった、封を開けないで渡した、この間一回も疑いませんでしたか。西村参考人。まあ、その時はですね、浅川社長に従わざるを得なかったというような立場もありましたので、まあ、疑わなかったというと嘘になるかもしれませんが、まあ、そのまま届けてたということですね。蓮舫君。証券会社を担っている方として守るべきは顧客との信頼関係だし、顧客の財産です。それよりも従わざるを得ない浅川さんに従ったというのはどういうことでしょうか。西村参考人。まあ、当社が倒産の危機に陥っていたときに助けてもらったという恩義もありますし、まあ、その後株を当時 90% 以上実質逃げられたという、まあ、そういう事情もありまして、まあ、従わざるを得なかったということです。蓮舫君。顧客より恩義を重視した、結果として途中で気づいていれば1000億以上毀損したお金を、その被害額を小さくすることができたと思いますが、今どう思ってますか、ご自身の判断について。西村参考人。その後、もう一度資産の内容を変えて報告したいという、平成、2006年頃ですね、2006年頃に、ファンドの基準価格を変えて出したいというような話が AIG の方からありまして、まあ、その時は断りまして、それ以降はちゃんとした運用をしている、まあ、その時は 22% のマイナスというのを出したんですけども、それ以降はネットアセットバリュー、香港 HSBC から送られてくる基準価格通りの売買をしておりましたので、まあ、その時期、安心して、やっておったということです。蓮舫君。浅川参考人、なぜ西村さんに開けないで持ってくるようにと命令をしたんでしょうか。浅川参考人。はい、すみません。この件につきましては強制調査中なのでお答え控えさせていただきます。蓮舫君。死亡投信の販売単価水増しの発覚を西村さんに気づかせたくなかったためでしょうか。浅川参考人。この件につきましても現在強制調査中なのでお答えを控えさせていただきたいと思います。蓮舫君。否定はしないということですか。浅川参考人。今申し上げましたように強制調査中なので答えは控えさせていただきます。蓮舫君。西村参考人、2009年2月以降解約が相次いでいます。ファンドはその理由は何だと思ってました。西村参考人。まあ、一つは窓風報道だと思います。蓮舫君。それ以外にもありますか。西村参考人。まあ、それ以外に細かいのはあったかもしれませんが、まあ、窓風報道だと言っていいと思います。蓮舫君。
2009年2月専門誌に AIJ と推定されるようなマドフ疑惑日本におけるというような、記述がありましたけど読まれましたか。西村参考人。読みました。蓮舫君。大した記事ではないと思いましたか。西村参考人。まあ事実なら大変な記事ですね。 AIJ 投資顧問がマドフと同じことであれば大変な記事だと思いました。蓮舫君。実際にこの機関誌が発売されて、まあ、マドフ事件もありましたけれども、ファンドの解約が相次いでいた、事実なら大変なこと、これは浅川さんに事実かどうか確認をされましたか。西村参考人。このマドフの報道だけではなくてですね、いろんな、意見が営業マンから上がってくるたびに浅川社長の方には確認をしております。蓮舫君。浅川さんは何と答えました。西村参考人。細かい、言葉は覚えておりませんが、全然関係ない、まあ、全然違ったものだというふうに答えられたと思います。蓮舫君。西村さんの会社の社外取締役は AIJ の監査役、つまり AIJ の経理をよく知っている立場にありますが、この社外取締役にも確認をしましたか。西村参考人。社外取締役には確認しておりません。蓮舫君。この2年間、22年度、23年度ですが、西村参考人の会社は新規募集ファンドはなくて、相対取引を行ってきた。で、解約に対し、これ、買い手を探すんですが、解約に対し、資金、返却資金は足りていましたか。西村参考人。すみません、最後の方もう一回言っていただけますか。蓮舫君。解約に対して、ファンドの資金は足りていましたか。西村参考人。ちょっと質問の意味がよく分かりませんが、解約の時に買い取りをしてたのは AIA のグループ、まあ、AIA ファンドで買ってるとは思ってませんでしたので、今の質問はそういう意味でしょうか。蓮舫君。これ捜査でおそらく明らかになると思うので資料がわからないので2点だけじゃ確認させてください。新規顧客から受託した資金あるいは増額部分の資金を運用に回さずそのまま解約の払い戻し金に回したことはありますか。事実として。西村参考人。それについては、まあ、いわゆる新聞で自転車操業というふうに言われていたものだと思いますけれども、それを知ったのは、この事件が発覚した後ですので、その時には全く知りませんでした。蓮舫君。私募答申を経ずに2つの国内の投資事業組合に資金をプール、運用したまま払い戻し金に充当したということも知らなかったですか。西村参考人。それについても知りませんでした。蓮舫君。教えていただきたいのは、相対取引で解約に対する買い手をこれ探してましたよね。その時その買い手に売ったファンド価格というのは AIJ からお示しをされた数字ですか。西村参考人。その通りです。蓮舫君。解約請求に応じる価格も AIJ 作成の、ね、値段ですか。西村参考人。その通りです。蓮舫君。そうすると実際の基準価格は大幅に低いですよね。資料11ページにもこれはお示しをしています。23年度3月期、AIJ が作った虚偽の数字は2090億、それに対して実際の数字は251、つまり10分の1の価格ですよね。つまりその AIJ から示された価格で売り売買をしているということは実際の価格の10倍、つまり虚偽の取引ではないですか。西村参考人。その AIJ 投資顧問から示されてた基準価格が、虚偽のものだという認識はありませんでしたので、1と10の売買が成立しているわけですよね。価値が1と10の価格売買が成立しているわけですけれども、そういった認識は一切ありませんでした。蓮舫君。その認識を改める、つまり顧客の財産を公正に平等に運用するために監査報告書をしっかり見て客観的に担保されて虚偽じゃない取引だと説明する責任がおありなのではないですか。西村参考人。それについてはですね、SEC 証券取引等監視委員会にも指摘されておりますけれども、認識していなかったとはいえ、それをやることが
証券会社としての責務であったというふうには、重い責任を、思っております。蓮舫君。全館注意義務、忠実義務を守らなかったということになりませんか。西村参考人。厳密に言えばそういうことも言えるかと思います。蓮舫君。浅川さんにお伺いいたします。AIJ からの信託報酬についてご説明いただけますか。浅川参考人。2003年の3月から2011年の3月までに私どもが HSBC からいただいた管理報酬というのは信託報酬プラス、パフォーマンス費です。でこれがトータルで45億で、2007年4月から2011年の3月までに ITM に支払った金額が前回27億程度だと思います。それであと ITM から販売手数料としていただいたのはこれが約9億ちょっとだと思いますけど、はい。蓮舫君。2003年3月から2007年3月までは信託販売の手数料はお話ししてないんですか。浅川参考人。ちょっとね、信託販売、申し訳ない、ちょっと質問が。蓮舫君。投資顧問との契約に基づくファンド信託報酬、全部で9年あって4年間しか払っていないということですか。浅川参考人。4年間だけです。払ったのは2007年の4月から2011年3月まで、はい。蓮舫君。それ以前は契約していなかったんですか。浅川参考人。その通りでございます。蓮舫君。それ以前はじゃあそのファンドはどこの信託会社に、委託していたんですか。浅川参考人。ちょっと質問がちょっとあれですが、信託銀行、私どもがもらった管理報酬および信託報酬プラスパフォーマンス費というのは HSBC からずっと2002年からいただいています。私どもが ITM 証券に払ったのが2007年の4月から2011年の3月ということでございます。ですから私どもは信託報酬もらってますが ITM 証券に払ったという期間がそれだけだということでございます、はい。蓮舫君。西村さん、その通りでしょうか。4年間で27億。西村参考人。すみません、金額については明確に今記憶しておりませんけれども、期間については間違いないと思います。蓮舫君。その算定根拠というのは何か契約で毎年その4年間単年度こういうふうにお払いしますよって結んでおられましたか。西村参考人。AIJ 投資顧問との間の契約でよろしいですね。信託報酬の3分の1を ITM 証券がいただくということにしておりました。蓮舫君。雑誌等の報道以降解約が相次いで平成22年度 ITM 証券のファンド販売収益が前期比からこれ7割減ってますね。で収益もそれに引きずられて4割減っている。でも AIJ からの信託報酬が前期比からこれ2割増えていたので、販売の減少をカバーしていました。で AIJ からの信託報酬というのは ITM 証券にとってはその営業収益にとって非常に大きいですね。占めている比率が。23年度はどうでした。西村参考人。23年度ちょっとすいません、手元に資料がありませんので、23年度というのは去年の3月までですね。まあ、それなりの収入にはなってたと思います。蓮舫君。信託報酬が23年度は22年度に比べて 45.5% 減ってるんです。半減されています。22年度もハンド販売が振るわなかったから収益は減ってるんですけども AIJ からの信託報酬がそれをカバーした。ところが23年度はファンド販売も振るってはいないんですけれども AIJ からの信託報酬がいきなりそこで半分になってる。でファンド販売は実は22年度よりも増えてるんです。信託されて売ってるファンドが増えてるのに、契約上の信託報酬は半分になってる。これなぜでしょうか。西村参考人。途中でAIJ投資顧問と契約が変わっておりまして、当初
信託報酬 AIA ですね、AIA が受け取るのはファンドの 1.5%、 したがって当社は 0.5% いただくと、こういう形だったんですけども、その後ファンドが膨れ上がったということで運用成果を出すのが難しいということを浅川社長から聞きまして、したがって AIJ 投資顧問も 1.5% ではなくて管理報酬を 0.75% にしたと、まあ、その3分の1ですから当社の収入は 0.5 から 0.25 に減ったと、こういうことです。蓮舫君。浅川参考人、この AIJ は申請のナブで報酬を受けていたと衆議院の財金委員会でご証言されておられましたけれども、 ITM にお支払いするその信託報酬は申請のナブではなくて作ったナブに基づくものでしたか。浅川参考人。その通りでございます。蓮舫君。つまりその水ぶくれどんどんしていって実態はないわけですから払えなくなったという見方は間違いでしょうか。浅川参考人。衆議院の席で申し上げましたが、2007年4月から約2011年の3月までお支払いした額は27億と、私どもがその間に受け取った信託報酬およびパフォーマンス費は26億9000万円ぐらいです。ですから若干私どもの方が少なかったということでございます。蓮舫君。いや作成した資産がどんどん水ぶくれしていって実態はお金がないわけですから払えなくなってさらにそれで数字を作ったということはないですか。浅川参考人。ちょっと数字を作るという意味がちょっと分からないんですが、ITM に払ってた、もらう金もも官僚賞をもらうお金よりも増えていたと。で先ほど言いましたように2011年度、正確には2010年4月から2011年3月までの段階では、先ほど半分に減っていると申し上げましたけど、管理報酬を 0.5 から 0.25 に下げているということでございまして半分に減ったと、こういうことでございます。蓮舫君。西村参考人にお伺いします。AIJ との関係は親子関係、 90% 以上の株を AIJ が握っている、これもう少し説明いただけますか。今もそうでしょうか。西村参考人。まあ、親子というのは言い過ぎだったかもしれませんけれども、当社の株主、投資事業組合が2つ大株主になっておりまして、まあ、これを実質的に管理しているのが AIJ 投資顧問ではないかというふうに思っているわけです。したがって、以前は 90% 以上ありましたけれども現在 80% 程度になっていると思います。蓮舫君。実質的に管理ってどういう意味でしょうか。西村参考人。ファンドの投資家というのは、まあ、点々変わっているようなんですけれども、まあ、そのファンドの、まあ、権利行使といいますか、は実質上長谷川社長がやっているのではないかというふうに思われるわけです。蓮舫君。営業利益、経常利益ともに大きく落ち込んだ23年度、西村参考人、大量の自社株買いをしてますね。いくら買いましたか。西村参考人。すみません、ちょっと今手元に資料がありませんけども、3億か4億かですかね。蓮舫君。いや、約6万株買ってます。純資産がそれによって 36.5% 減って11億、総資産が13億減ってます。なぜ自社株を買うんでしょうか。利益が減って収益が減って本来体力を温存しなければいけないのになぜ株を買ったんでしょうか、こんなに大量に。西村参考人。その年だけではなくて、毎年自社株買いを続けておりまして、これは浅川、増資を繰り返した結果ですね、かなり発行株式数が多くなりましたので、剰余金の範囲内で、買い入れ償却をすると、まあ、これは株主還元の一環としてやったものでありまして、まあ、AIJ の意向とは関係ないところであります。蓮舫君。いや、毎年そんなに大きな変動株買いはしていません。22年度は動いていないものが23年度になって動いている。ミレニアム投資事業組合の株4200株を全部買い取っている。で結果ここは株主から撤退をしている。でシグマキャピタル投資事業組合株約3万、ディバーシファンド投資事業組合約2万5000円、
2万5000株合わせて6万株を ITM が自社株で、実際その ITM 証券の自分の資産を11億減らしている。で、この大きな2つの投資事業組合は浅川さんが実質的に管理をしている。つまり御社の収益営業がどんどん悪くなって、いつか嘘がバレるんではないかと疑われるようなときに、あえて自分の資産、これは年金基金で蓄えたものですが、それをその浅川さんの関係がある実質支配している事業の株を買っているというのは、お金をこれ逃がしたと疑われませんか。西村参考人。あくまで自社株買いのルールがありまして、剰余金の範囲内でやるということになっておりますので、それで毎年続けてきたわけですけれども、今のような、まあ、これは全株主に、買い入れ消却のご連絡をしておりますので、まあ、その応募のあったところから順次やっておると、まあ、今ご指摘の年の前、その前あたりはですね、AIJ 投資顧問ではなくて他の株主から買い入れ消却の請求があって応じておるということですので、私が思う限りではですね、AIJ 投資顧問に収益を逃がしたということは思っておりません。蓮舫君。浅川さん、ここにお伺いいたします。9年間の中でですね、利益を出せる、つまり戻せると自信があるからこのような結果になったと冒頭おっしゃっておりましたけれども、いつ戻せるという自信でした。浅川参考人。いつ戻せるといういつというのがちょっと僕は私にはちょっと答えられないんですが、はい。蓮舫君。いつ戻せるかという根拠のない自信に年金基金は預けられたということでしょうか。浅川参考人。私の言っている期間と時期を申し上げただけで、実際、衆議院の時にも申し上げましたけど、財務委員会の時にも申し上げましたが、やっぱり2009年のやっぱ9月のリーマンショックで、去年 の震災の時でも結局そういう大きな変化があった時にこう負けてないということがちょっと私にとっては下げられなかったという大きな理由だったと思います。蓮舫君。大きな変化があった時に負けていないというのは、それ月の話なんですね。通年を取ったら負けてるんじゃないですか。浅川参考人。結果的には負けておりますが、通年取ったということでいうともそのとおりでございます。蓮舫君。9年間で1092億損失を出していますね。これきちんと情報を開示していれば、顧客は解約をするなり自身の財産を守るための動きに出ることができた。その情報を出さない、つまり顧客が知り得ない情報を自分だけが保有して、見えないバブルのような地震に支えられて、結果として9年で1090億もの損失を出したということは、騙したんじゃないですか。浅川参考人。騙したという認識は一切ありません。蓮舫君。渡辺参考人にお伺いします。今伺って騙していないということですが、騙されたという思いは強まりましたか、それとも違ったなと思っておられますか。渡辺参考人。私どもは、詐欺以外の何者でもないというふうに感じております。蓮舫君。浅川さん、どう思われます。浅川参考人。詐欺というのは、私が自分がお金を取ってどうのこうのしてやるということであって、誤解を与えたという面においては深く反省しております。蓮舫君。渡辺さん、誤解だと思いますか。渡辺参考人。当初からですね、運用実績を改ざんして、事実を公表せずですね、解約資金に回していたということで、契約通りの運用をしてなかったということで、全然そういうふうには感じておりません。蓮舫君。ここまで言われても詐欺ではない、騙していないということでしょうか。浅川参考人。解約に回してたという今話がありましたが、これを解約に回してたわけではありません。ですから一部報道のこの2ヶ月間にわたる報道の中でのかなりの認識の違いというのはあると思いますし、実は確かに私どもが
募集したときファンドにつきましては、全部新生ナブでやっております。新規募集につきましては、ここだけは言っておきたいと思います。蓮舫君。事実と全然違うリターンで顧客を募集をしていたし、それを報告していたのを、それを嘘と言います。最後に伺います。投資に損はつきもので絶対儲かるというのはない、これは分かっています。今回の御社が引き起こした1090億を超える損失は、これは御社の責任ではなくて預けた投資基金の自己責任だとお考えでしょうか。浅川参考人。この責任がどうかということにつきましては、運用に関しては私ども責任あります、当然で、しかも運用で失敗したという事実も私ども責任あります。で、これと運用責任ということをぜひ申し上げておきたいと思います。蓮舫君。ありがとうございました。最後に西村参考人、いろんなものを今回失ったと思います。証券会社の社長、これまで自分が培ってきたもの、改めて浅川参考人をお訴えするというお気持ちはありますか。西村参考人。事実が全部明らかになった場合にはですね、当社の、全くおっしゃる通り、当社の社員たちもすべての状況が一変したわけですから、それについては弁護士と相談して何らかの対応をしたいというふうに思っています。佐藤ゆかり君。自由民主党の佐藤ゆかりでございます。まず、投資事業組合についてお伺いしたいと思いますが、この2つの投資事業組合、そしてまた別にですね、ケイマンのファンドには子会社で、英領バージン諸島に今子会社がそれぞれサブファンドの下につながっている構図になっているというふうに認識しておりますが、この誰の運用指図によってですね、まず投資事業組合への出資行為というのは、エイムグローバルファンドからなされたのか、浅川参考人お願いします。浅川参考人。これは AIM が指示出して、 AIA が指示出しております。つまり指示出すのは基本的には運用指示というのは AIA から AIJ としかもですから、どのファンド、あれ運用指示についても常に管理会社である AIA から指示出しております。HSBC に対してですね、はい。佐藤ゆかり君。それでは、この2つの投資事業組合ですけれども、エイムグローバルファンドから出資したその持ち分の母価評価はいくらでしたか、浅川参考人。浅川参考人。合計で181億だと思います、はい。佐藤ゆかり君。その母価評価は誰が行っていましたか、浅川参考人。浅川参考人。これは全部 HSBC が中の投資の中身として全部把握していると思います。佐藤ゆかり君。把握をしているではなくて母価評価を行った、作成したのは誰ですかと聞いています。浅川参考人。母価評価というか、これはずっと当初から、1万円の評価という形で出していたものでございます。佐藤ゆかり君。では質問を変えます。この金融庁によりますと、2つの投資事業組合に対するエイムグローバルファンドからの出資金については181億円、今浅川参考におっしゃられたとおりですが、そのうち32億円は現預金で確認済みでありますが、残り元本部分149億円について所在が確認できていないということです。西村参考人にお伺いします。西村参考人は ITM 証券でこのまさに投資事業組合を扱っていたわけでありますけれども、このエイムグローバルファンドと HSBC の受託銀行の間での信託約款に基づきますと、この流動性がない、あるいは未公開株等で時価評価ができない場合には、AIA が代わりにその評価を受託銀行に対して提供できるという約款の内容になっております。でそれを実際に2つの投資事業組合の評価においてなさっていたのは ITM 証券で間違いないですね。西村参考人。当社で独自で評価はできませんので、AIJ からの指示に基づいてその数字をHSBC に報告していたものだと思います。佐藤ゆかり君。
西村参考人、それではこの149億円の金融庁によりますと不明の部分の資金ですけれども、これは ITM 証券として HSBC に母価評価を提出する際に、このどのような確認を取ったのでしょうか。どこに存在しているものなんでしょうか。お答えください。西村参考人。ここの、4ページに書いてあるような構図はですね、我々新聞報道まで知らなかったような状況でして、特に私、社長のところでですね、確認作業について問い合わせ、あるいは認識というものはなかったということです。佐藤ゆかり君。すなわち149億円の元本部分についていまだ公的には確認が取れていないんですが、その部分について、その所在が不明のまま母価評価で181億円存在するという形で、HSBC の受託銀行に対して、提出をしていたと、そのことで間違いありませんか。西村参考人。すみません、私はそこのところ関与していませんので、うちの事務方に確認させていただけたらというふうに思います。佐藤ゆかり君。いずれにしましても母価評価で提出をしているということになっていますから、それが西村参考人であろうと事務方であろうと、要するに ITM 証券として母価の価格を評価を受託銀行の HSBC に提出をしていた。そしてその HSBC が監査法人にその数値を合算して、母価評価、投資組合の母価評価を合算して、他の水増しされたナブと同時に、申請のナブと同時に監査法人に提出をしていたという流れだと思います。浅川参考人、あなたのこの水増し作業ですけれども、そうしますと2つの投資事業組合から母価評価で ITM 証券を通じて、いわば組織ぐるみでこの流れを作っていたということに間違いありませんね。浅川参考人。その組織ぐるみという考え方は私は全く当たってないと思います。なぜかと申しますと、この母価評価、今32億円は確認された、その他に議員さんの方には書類言ってないだけだと思いますが、他の投資物案件ありますね、それも金もお金もあります。さらに投資組合でファンドを買ってたという事実もあります。なくなったわけじゃなくて、それもきちんと出ていると思います。佐藤ゆかり君。その所在は誰も知らないということだと思いますけれども、それでは話を変えたいと思います。もう一つですね、この配布資料の1ページ目をご覧いただきたいと思います。パネルでもご提示しておりますけれども、このケイマンのエイムグローバルファンドのもとに14個サブファンドがありまして、そのサブファンド一つ一つが営業バージン諸島での子会社を所有する形態を取っております。これは約款上そのように定められているわけでありますが、このエイムグローバルファンドのサブファンドの一例として、ここではエイムグロースファンドを掲げておりますが、ここでこのバージン諸島のエイムグロースインターナショナルの、これは子会社ですが、こことデリバティブ取引を行っていたという情報が入っております。浅川参考人、これは真実でしょうか。浅川参考人。この図が間違えてるんじゃないかと思いますが、要は何かと申しますと、SPC はあくまでも当初HSBC が作った時にセットでもなってるんですよ。あくまでも SPC を通過するっていうのはリスク管理だと思います。バージンショートでやったんじゃなくて、 SPC はファンドの14本あるファンドなんかに14本全部ついてます。ですから14本全部ついてる中でのあれですから、ここにお金が行くとかデリバティブ取引があるとかいうことはなくて、報告が行くだけだと思います。だからこれはファンドの中のセットでございます。ですからこれだけの取引ってはないわけでございまして、各ファンド14ファンドに全部 SPC ついてます。これはあくまでもこれ何かをしようとかいう問題では全くありません。佐藤ゆかり君。リスクを管理して有限責任にするための仕立てでありまして、これは通常よくやることであります。ではそこのルートは否定されたということで、この投資事業組合あるいはですね、このシンガポールの証券会社ブローカーを通じてデリバティブ取引をされていたということは金融庁の調べで分かっているわけでありますが、そのデリバティブ取引についてお伺いしたいと思います。これは証券会社を通じて
市場で行ったものでしょうか、あるいは OTC のトレードでしょうか。浅川参考人。浅川参考人。ほとんどが市場を通していると思います。ただ市場の規模が大きいときには市場外でやるかどうかは証券会社が決めることがありまして、私が選ぶものでも全くありません。はい、佐藤ゆかり君。プライムブローカーついていましたでしょうか。浅川参考人。プライムブローカーというよりもそこで一社でやっておりますから、ですから取引はそこで全て完了しております。佐藤ゆかり君。そうすると時には OTC でもやっていたということですね。浅川参考人。それは証券会社の方がどうしたか私は全く分かりません。佐藤ゆかり君。この添付資料にもありますけれども、損失額がですね、デリバティブ取引で1092億円、発生していると、これ、金融庁の調べで確定しているわけでございます。仮にこの預かり資産、水増しする前、1500億円程度と言われておりますが、この真の預かり資産全額をすべてデリバティブに投じたとしてもですね、このレバレッジというのは200倍ぐらいになると思われるわけでありますが、その想定元本はいくらでございましたか。浅川参考人。想定元本と申されましても、その時々によって変わりますので、投資した金額に対して、全額200倍になっているというわけじゃなくて、その都度ポジション変わりますから、一概に、言えないと思います。佐藤ゆかり君。関東財務局にですね、35兆円程度というような数字をお出しになっていると思いますが、それは何の金額でしょうか。浅川参考人。これはデリバティブ取引のすべてでございます。オプション取引の買い売り、それから先物の買い売り、その債券の、あと株もオプションの買い売り、先物の買い売りです。その合計金額だと思います。佐藤ゆかり君。取引量のことをおっしゃっているんだと思いますが、それにしてもその取引量の35兆円という金額であればですね、相当のレバレッジを平均すればですね、200倍ぐらいかけないと1500億円から回らないわけでありますけれども、それではこれだけ損失を出しているわけでありますから、当然ブローカーの証券会社からは証拠金の追加の提供を求められたと思います。総額累計でどのぐらいの証拠金を求められましたか。浅川参考人。それにつきましては金額等は計算してませんから分かりませんが、今申しているように 何百倍200倍やったとか言ってるんじゃなくて、全部組み合わせですから、その全て200倍やってるっていうんじゃなくて、先物オプションという合成ポジションなんですよね。ですからその辺は合計としてこれ36兆じゃなくて57兆円近くなると思います。合計しますと、これ1年間でですね、だから1ヶ月あたりは4兆8000億、1日あたり1500枚から2000枚と、そういうことになりますか。これも単純に買って売ったっていうんじゃない、ないわけでございまして、それが答えです。はい、佐藤ゆかり君。私がお伺いしているのは証拠金はどのぐらいでしたか。そして証拠金 送金の指示は誰が行ったかお答えください。浅川参考人。証拠金の金額がいくらだったかと、今と私も手元に資料ありませんし、ちょっと分かりません。で、誰が出したか、私が出してました。佐藤ゆかり君。大体の規模は何億円、あるいは兆なのか何億なのか、大体の規模をお答えください。浅川参考人。先ほどもから申しましたように、立ってる金額っていうのが、その立ってずっと持ってるっていう金額と、その縦玉だけですから、縦玉に対する証拠金になりますから、 今この例えば引き分かりでやった場合には全く縦玉いらないわけです。保証金ゼロなんですね。ですから今現在掴んでる情報というのは、その時いくらだったかというのは、SEC の方に当時の資料はあるんじゃないかと思いますが、私どもの時に全くありませんから、ですから答えきれないと思います。はい、佐藤ゆかり君。年度によってはですね、1年間でデリバティブ取引の損失が数百億円に上っている年もあったわけであります。相当の証拠金を求められたはずでありますが、それでは送金の指示を行っていたという浅川参考人、その送金の追加証拠金の資金はどこで捻出をしたんでしょうか。浅川参考人。これは運用ですから、各ファンドから当然、HSBC に指示出して、各ファンドごとの個別分別管理してますから、そこに当然指示するようにしてますんで、当然正確には AI か AI かちょっと分かりませんが、指示出して HSBC に出して各ファンドにお金を振ってると、こういうことでございます。
佐藤ゆかり君。要するに年金資産そのものを元本から出したということですか。浅川参考人。これは運用ですから、あくまでもですから、当然元本を運用しなきゃ、運用してないと言われるわけですから、当然そのファンドの中の資金から当然運用してるわけで、それから流れてると思います。佐藤ゆかり君。まあ、要するにですね、損失出した金額に対して到底元本で足りるような証拠金の額ではないということは当然疑義がかかるわけでありますが、まあ、要するにですね、先ほどすべてが証券を通じた市場での取引でないとお答えいただきました。要するに相対取引をしていれば、あえて損を出した方が子会社との取引、投資事業組合との取引において身内同士の親子関係の取引ですから、相手に自分が損をすればデリバティブ取引、オプション取引で相手は儲けさせることができるわけであります。これで年金資産を飛ばしりをしていたってことはありえませんか。浅川参考人。これちょっと誤解しているようですが、投資事業組合イコールですね、組合のファンド、全組合の投資事業組合は基本的には全ファンドに帰属します。ですから今申していることは、なんかちょっと私には理解できないんですが、結局全部ファンドに帰属しているわけでございます。ですから、今もう言われたことについては何と僕お答えしようがないというのが本音でございます。佐藤ゆかり君。投資事業組合は取引相手として先ほどぐらい相対取引も行っていたということが分かっているわけでありますが、ではその相手とはどういう、例えばどういう相手で取引をしていたんですか。浅川参考人。はい、相対取引というのはファンドですから、そのデリバティブの相対取引じゃないわけでございます。ですからファンドを投資の組合を通じて、受け皿にしてたということですから、結局このデリバティブとは全く関係ない世界なんですね。ですからデリバティブは各ファンドでやってて、投資の組合なんかも運用の中として、運用の中の一環としてデリバティブもやってたと、こういうことでございます。相対取引はファンドで、ファンドの相対です。お客様のアイテム証券を通じて A 顧客と B 顧客をセットしたときに買いがない場合には、ファンドが投資の組合を受けてたと、こういう話でございます。佐藤ゆかり君。このデリバティブ取引についてはですね、一向にこの取引相手がなかなか明確にお答えいただけないわけでありますが、それでは質問を変えたいと思います。この石山参考人にお伺いしたいと思いますが、 AIG の運用収益率一覧表、添付資料にもございます一番最後のページですけれども、フラッグシップのファンドといわれたミレニアムファンド、エイムミレニアムファンド、黄色い部分をご覧いただきますと、これ直近2007年度以降特にご覧いただきますとですね、この収益率、これ水増しされた収益率ですけれども、末尾小数点以下下2桁目のですね、波数が0または5と、きれいにこの0または5で、こう乱数のように並ばずですね、並んでいる、0または5で並んでいるわけでございまして、これ明らかに、プロが見ればですね、これは架空の作られた数字であるということはすぐに分かるわけでありますが、石山参考人、年金コンサル業をされておられて、顧客への勧誘でですね、こういう資料をご覧になれておかしいとは思いませんでしたか。石山参考人。この下2桁であれ3桁であれ、四捨五入するとゼロになるというのはよくあることで、他にもこういう例はございます。ただ、どこでしたかね、平成7年でしたかね、かなりゼロが多いなという印象は受けておりました。佐藤ゆかり君。先日衆議院の財金委員会でのご答弁では、ご自分は被害者であり、ご自身に瑕疵はないというご答弁をされていたわけであります。しかし今おっしゃいましたように、おかしいと気がついておられたとおっしゃったわけでありますが、確かにこういう公表している AIJ 投資顧問の商品というものを年金基金の顧客に対して、他4つ5つこのファンドの紹介の1つに挙げて勧誘をしていたということは、自分に瑕疵があったとは思われませんか。石山参考人。それは冒頭申し上げましたように、事実がわからないと私にとって自分自身の検証ができないというのが今の状況であります。衆議院で申し上げましたのは同じ趣旨でございまして、瑕疵という言葉と検証という言葉の違いというふうにご理解いただきたいと思います。佐藤ゆかり君。
石山参考人は2006年の雑誌インタビューで、ヘッジファンドを見極めるポイントとして、その事務管理がきちんとしているかが大切だと指摘をされ、ニューヨークの会社と契約をして情報を入手して調べているというふうに、おっしゃっておられます。それでは何という会社と契約をし、そして合計何社程度調査をしたのか、そしてその調査対象に AIG が入っていたかお答えください。石山参考人。ニューヨークの調査会社は確かリバーサイドなんとかという会社だったと思いますが、これはむしろ国内の話ではなくてアメリカにおける動きを知りたいということで、主としてはそういう意味での契約であります。佐藤ゆかり君。そうしますと、その雑誌ではですね、あたかも、国内の、ファンドについても調べをしているような印象を読む方は受けるわけでありますが、 AIG については調査をしていなかったということですね。それでこの0や5の波数が多いわけでありますが、これを見抜けなかったということはですね、これ実は石山参考人は AIG から出資を受けて年金コンサル業を始められたと、そして給与は AIG から支給されているということでありますが、道理でこの AIG も会員の中に入っているというわけだと思いますけれども、利益相反にはなりませんか、そうはお考えになりませんか。石山参考人。給与は AIG ではなくて当社から会社から支給されております。AIG からはコンサルタント料としてコンサルタント料はいただいております。でじゃあ何をやってたか、つまり利益相反の話ですが、AIG に対して何をやってたかといいますと、当初 AIG の職員たちは年金については非常に知識が浅くて、これで実際に年金基金に行くのはとても無理だろうなというふうな感じを受けましたので、一つは我が国の年金制度全体、こういうものがある、こういうものがある、それからそれができた背景、そういうこと、それからもう一つはその中で厚生年金基金というものはどういうものであって、これが生まれた背景、そしてどういう変遷をたどってきたか、それから3つ目は年金基金における意思決定というのはどういうふうにして行われていくのかということを事細かく何回もかけて勉強をしてもらいました。だからもう一つは、先ほども冒頭のところで申し上げましたけれども、年金基金にとっては いわゆる運用のプロが作った資料というのは極めて難解で難しいんです。それではいくら交渉の話をされても聞き手が分からないと意味がないわけですから、できるだけ分かりやすい資料を作るというのは、これは実は簡単なようでかなり難しいんでありますが、そういうことで分かりやすい資料を作るにはどうしたらいいかというようなこと、それからもう一つは、営業に行くと当然いろんな質問を受けてくるわけでありますから、そういうことについてどう答えたらいいか、つまり口頭で答えるのか、口頭で答えるにしても電話で話した方がいいのか、言った方がいいのか、あるいは書面、そういうことであります。佐藤ゆかり君。要するにですね、今おっしゃいましたように年金というのは分かりづらいと、そこでコンサル業をされておられるんだと思いますけれども、そうしたところでこの0か5の小数点がおかしいということはあまり気がつかれない、そういうことであれば、その給与を受け、コンサル料を受け、そして専門的にプロとした看板の下でやっているということは顧客を騙す行為にもなる、あるいはもし本当に0か5が小数の末尾がおかしいということに気づかれず、そのまま AIJ の報告書を鵜呑みにして推奨をしていたとするならば、これは全く専門的知識に欠けるわけでありまして、おかしいと気づいていたのであれば AIJ 浅川参考人の活動に加担をしていたと、どちらかしかありえないと思うわけでありますが、いかがでしょうか。石山参考人。先ほどもちょっと触れましたが、実はこういう2桁目がゼロというファンドは結構あるんです。したがってそれをいろいろ聞いてきますと、そもそも一桁を出して二桁を出さないのでゼロをつけているというケースも中にはあります。で、先ほども言ったように四捨五入していくとゼロになるというのも あったりして、必ずしもゼロがずっとでもないですけど、ゼロがかなり多いということで、それ自体から大きな疑問を感じるということはそれはありませんでした。佐藤ゆかり君。それでは今日せっかくお越しいただきました渡辺理事長にお伺いしたいと思いますが、このような流れ ですね、先ほどら AIJ のファンドへ、その資産を組み替えが徐々に行われていったというお話がございました。 AIJ のファンドへの年金資産の組み替えの
ご判断をされる直前まで委託していた他の運用先での運用収益率というのは大体で結構なんですが、どのぐらい何パーセントぐらい平均、大体で結構でございます。マイナスでもプラスでも結構なんですが、お考えがあれば教えてください。渡辺参考人。はい、平成19年度はですね、マイナス 12.97 で、AIJ がマイナス 1.72、 平成20年度ではマイナス 17.7 が AIJ ではプラス 7.5%、 平成21年度ではプラス 12.37% で AIJ が 4.56%、 22年度はプラス 0.97% で AIJ が 9.04% でございます。佐藤ゆかり君。要するに先ほどの、お話にもございましたように、東芝運用実績が独自に良好で AIJ への組み替えは見合わせていたと、おっしゃられておられます。そしてやはりこの投資、基金側の決定的な判断としてこの利回りをご覧に比較されて、そしてこの AIJ の虚偽の運用利回りというものをお聞きになられて、虚偽とは到底信じなかったわけでありますが、そして投資一任契約を結ぶご判断に至ったということで間違いないでしょうか。渡辺参考人。間違いありません。佐藤ゆかり君。浅香参考人に申し上げたいと思います。 AIJ が虚偽の運用利回りをもとに積極的に勧誘したという事実は、これはですね、詐欺に当たると私は思うんですね。それはこの運用側の年金基金の人たちがですね、この架空の利回りを見せられて、そしてその利回りによってこの資産の組み替えを行う、 AIJ に資産を違うところから移し替える、この重大な決定をしている。要するにあなたの虚偽の運用利回りが資産の組み替えを行うという重要な選択肢を促したわけであります。そのことは詐欺行為ではありませんか。浅川参考人。詐欺行為かと言われた場合に、私は水増しの名を渡したということは認めてます。だからこれが結果としてお客様がそういうことを取ったということに関しても、私は誤解を与えたということもありますし、実際問題、大変申し訳なく思っていらっしゃる。これが詐欺行為が当たるかどうかというのは、私はなんかお金を取って自分のところで懐を増やすとか、そういうことは全く考えていませんから、そこだけははっきり言っておきたいと思います。佐藤ゆかり君。これで質疑を終えたいと思いますが、信託約款の約款の中からそもそも、時価評価できないものについては AIA が行うというような約款が当初から設立の段階から組み込まれている、このことにも計画性を感じられ、そして水増しを行い、そして勧誘を行っていたという事実が明るみに出たと思います。最後に一言だけ申し上げたいと思いますが、本日のこの参考人質疑を終えまして、本来であれば午後の時間帯に、政府自民金融担当大臣もしくは政府参考人に対して質疑を行う段取りで与野党の調整を進めていたところでありますが、民主党の側の一方的な決定によって午後の委員会が流会になりましたことは厳重に抗議を申し上げて、私の質疑を終えたいと思います。竹谷俊子君。公明党の竹谷俊子でございます。浅川参考人、前回の衆議院での参考人の質疑を見ておられた国民の多くが、浅川参考人のご発言に対して反省していないじゃないかと、他人事のようだと、お怒りの声をいただきました。今日も冒頭謝罪の言葉がありましたけれども、 AIJ に運用を委託した企業年金の多くは私的な積立金を失ったばかりではなくて、国に代わって運用してきた部分も多くのものを失いました。その穴埋めのために企業がこれから財政が非常に厳しい中で穴埋めをした場合に、それが倒産してしまったら残った企業がまたそれを穴埋めしなければいけない、
そして連鎖倒産するかもしれないという可能性まで指摘をされています。被害を広げているこのような状況に対して浅川参考人、どのように今お考えになっているか、心境をお述べください。浅川参考人。冒頭申し上げましたように、大変申し訳なく思っております。特に年金基金さんの皆さんには、私どもの運用の失敗ってことが大変大きなことだと思ってますし、実は当初申しましたように、ですから年金の基金の資金の重さ、お金の重さというのを十分に意識したつもりでいます。なんとか取り戻せるという自信と、取り返さなきゃいけないという思いと二つ重なりましたね。どうしても公表できなかったというのは私の本当の心境でございます。竹谷俊子君。今被害に遭われた方々は全額弁済してほしい、あるいはいくら帰ってくるのか早く明らかにしてほしい、真相を明らかにしてほしいということであります。謝って済む問題か、多くの人がそう考えています。騙すつもりはなかったというふうに浅川参考人繰り返しおっしゃっていますけれども、運用報告書を改ざんするということは騙すことではないですか。浅川参考人。運用報告書を改ざんした、だから騙す、私の先ほどからずっと申し上げている通りでございます。私は人を騙してお金を取る目的でやったつもりは全くありません。竹谷俊子君。改ざんは騙すことと違うんですか。嘘の数字を見せることは騙すことと違うんですか。もう一度お答えください。浅川参考人。騙すっていうのは、私が利益を求めて動くのは騙すであり、私は利益を求めておりません。なんとか運用結果を戻そうと思って必死になって動いてきた結果が今の現在でございます。竹谷俊子君。あなたは利益を得ていないと言いますが、報酬額7000万円を毎年得ていたと衆議院の質疑で答弁されています。これは利益ではないんですか。浅川参考人。はっきり申しまして、利益って管理報酬を、これ審査名簿に基づいた管理報酬、水増した管理報酬、水増した管理報酬でもらったわけじゃありませんし、なんか一部の報道で私が10億円もらってるとか、なんかそういう報道も一部ありましたが、全くそんなこともありませんし、申請の名に基づいた管理報酬に基づく報酬をもらったというだけでございます。竹谷俊子君。虚偽の運用報告書を見せながら資金を集めていた、一体どういう心境でされていたんでしょうか。そして利益を得ていない、でも高額の報酬を得ていた、一体どういう心境で新しい資金集めをされていたんですか。浅川参考人。この今どういう心境でってのは、必死になって今戦ってきた現在です。ですからもうその心境っていうのは、毎日も眠れないぐらい一生懸命頑張ってきたと思ってます。ただ自分が負けて途中小柄で終わったことが非常に僕は残念だと思ってます。で、本当は年金さんに返す金、お金は全て元に戻した形、水増したナブで全部お返したいとずっと思った次第でございます。竹谷俊子君。あなたが虚偽の報告書を作らずに正直に運用報告書を顧客に見せていれば、被害は広がらなかったんです。騙したんです。騙して被害を広げたんです。どうして騙していないと言えるんですか。浅川参考人。先ほどから申しましたように、今の水増したナブを元に戻そうと本当に必死になってやってきた結果でございまして、騙してお金を奪取るというつもりは全くありません。竹谷俊子君。必死になって働いていたんではなくて、必死になって嘘をついて騙していたんですよ。
AIJ グローバルファンドの監査を行った監査法人グランドソートンであるということを先週の衆議院の質疑で答弁されていました。証券会社に封書で届けられたもの、浅川社長の命令で開封せずに西村参考人は渡していた。このグランドソートンの監査の報告書、これは不適正意見だったのでしょうか、不適正意見だったのでしょうか。まず西村参考人に伺います。西村参考人。適正意見だったか不適正意見だったか確認しておりません。竹谷俊子君。初年度は開封しなかったんですか。西村参考人。初年度 2年度は開封しておりますので、初年ちょっとすいません、はっきりした記憶がありません。竹谷俊子君。その記憶がないこと自体非常に無責任ではないかというふうに私は感じます。では浅川参考人に伺います。監査報告書は適正意見でしたか不適正意見でしたか。浅川参考人。限定意見だったと思います。つまり投資用組合の分だけが限定がついたということで不適正ではありません。限定意見でございます。竹谷俊子君。限定付き適正意見だったということですが何について限定がついてましたか。浅川参考人。今申し上げましたが投資用組合を持っている部分のことでの限定付きの適正意見でございます。竹谷俊子君。投資事業組合組合以外の部分は適正であるということですね。浅川参考人。というふうに認識しております。竹谷俊子君。その運用報告書の中身の中で投資事業組合の分はどれぐらいの比率ですか。浅川参考人。比率というのはちょっと どの時点の比率というかちょっとありませんが、水増しのナブで言うならば1割ですよね。ですから実際だったらどうだったかということになります。ちょっと今分かります。ちょっと分かりかねます。竹谷俊子君。運用報告書を顧客に見せるための運用報告書、これを改ざんしたということでありますが、知人の公認会計士にこれを頼んだというふうにされていますが、それは本当ですか。浅川参考人。実は運用報告書って言いましても、基金に渡したのは一基金だけだと思います。でもう一つは去年に財務局に、提出した2010年度分と11年度分これだけだと思いますが、運用報告書を会計士に渡してっていうのは私はこの適正意見、不適正意見じゃなくて限定付き適正意見ですが、この部分とそれともう一つは水増しのナブで、まあ、逆にこう形で作ってくれということで私が指示しました。竹谷俊子君。それは契約を交わして依頼をしたのですか。浅川参考人。契約全く交わしておりません。竹谷俊子君。どのような業務内容を依頼したんでしょうか。そして報酬はいくら支払ったんでしょうか。浅川参考人。この運用報告書を作るための報酬っていうのはないと思います。で、どのような方法でっていうと基本的には毎月出ています水増しのナブと、それから本来なら運用報告書に換算月のやつはつける必要ないんですけど、これ任意ですから、その運用報告書の書き方が作り方が分からなかったんで、他社のも参考にして作った手持ちのものでございます。しかも当初は志望同心ということもあって、運用報告書の作成というのは義務付けられているとは思っていなかった。そういうことでずっと出してなかったから去年になって初めて、東京に出したと、こういうことでございます。竹谷俊子君。運用報告書の作り方を知らなかった。浅川参考人は運用のプロなんでしょうか。新聞報道では運用のプロというより営業の人と
言われていますけれども、今回の巨額の損失を出したこの運用の指示というのは、浅川参考人がこのスキームを考えたんでしょうか、それとも他に専門家がいて、その方の指示でこのスキームを今回作ったんですか。浅川参考人。このスキームというのはファンドのスキームでございますでしょうか。実はファンドのスキームは当初もう2002年に作っているわけでございまして、基本的にはアイデム証券で、私はこんな能力がありませんから作って、投資家組合もそうです。ただ作ったんですが、それについては当時通常のこの何ですか、通常の通りです、通常の普通の通りのスキームでやったわけでございまして、特別誰かに頼んだというのもアイデム証券とにそれは作ってもらった2002年に。あと運用についてはこれは私の指示でございます。竹谷俊子君。運用の指示はあなたの指示ということですけれども、あなたは前職で運用のプロだったんでしょうか、専門家なんですか。浅川参考人。営業ばっかり専攻されてますが、当然私も野村証券辞めた後ではいろいろやってますから、ただ私一人でやるというよりも指示は私が出してますが、私どもの中にファンドマネージャーもいますから、その打ち合わせをしてそれに基づいて毎日やってるわけでございます。なんとか取り戻そうと必死になってやってきたというのがございます。竹谷俊子君。野村証券時代には運用ご専門ではなかったということですね。ちょっと質問を一旦変えますけれども、先ほど解約を希望した、顧客に対して返金をしたときに、それを他の顧客からの契約金を回していないというふうにおっしゃられました。それはこの理解合ってますでしょうか。浅川参考人。お金を回してないんじゃなくて、基本的には2009年以降っていうのはファンドの権利売買なんですよ。だから新規で募集したものとそうじゃないものとはっきり分かれまして、ですから A のお客様が B の A のものを売ったものを B が買ってると、こういう権利の場合で、ですからファンドの中の運用してないっていうのは、まあ運用してるんです、そのままですから、権利売買が変わっただけだと、これ衆議院の時にも私は申し上げましたけど、基本的には権利売買だけだと思っているわけでございます。竹谷俊子君。顧客が解約を申し出て返金をなさいますよね。その時にその顧客は損失が出ていたはずです。その損失分についてどのように説明したんですか。浅川参考人。売ったお客様が損失分については先ほど申しましたように、一番先に戻りますけど、水増しの名簿でやってますから、売ってる方も水増しの名簿で売ってるし、買ってる方も水増しの名簿で買ってると、で権利の売買だけですから、なんだそういう説明とかそういうものは何にも出ないですよね。権利売買だけでしたから。竹谷俊子君。今売ったお客様と買ったお客様で水増しがそれぞれ生じてるから権利を売買しただけだと言ってますが、水増しをしたのは誰ですか。浅川参考人。それは私がやりましたということでずっと申し上げております。竹谷俊子君。ですから解約したお客様に、権利を売ったお客様には水増ししたものを返金するという形になったわけですよね。損失が出ているのに、そのお金は新規のお客様からお客様を騙して、そのお金をもらって解約をしたお客様に返したということになるんじゃないですか。浅川参考人。これも何度申し上げていますけど、あくまでも新規のお客様を騙したつもりないし、基本的にはこの運用で取り戻せると思っていましたから、これをA のお客さん B に移って A のお客さん損してにもかかわらず高値で売ったと、そういう認識も当時はなかったです。竹谷俊子君。すみません、今のご説明特に意味が分からなかったんですね。今今日いろいろお話聞いてますけれども、かなり意味が不明なところが多いんですけど、今のお話本当に分からなかったです。もう一回ご説明いただけますか。浅川参考人。ご説明に対して私が今言っているのは権利売買だと何度も言っています。ですから運用してない状況じゃなくて、いつも運用している状況です。
でこれについて水増したのは僕ですから、私ですから、これ騙したことになるかならないかと当初最初の問題になるんですが、私はお金を、相手のお金を取ることを目的にコレオファンドを作って相対売買をしたわけじゃないということを申し上げたかっただけなんです。竹谷俊子君。人様のお金をお預かりして、その運用が失敗をして、そして水増しした額を報告をして、その額でもって別な人にそれを売るっていうのは騙したということですよ。違いますか。浅川参考人。これを騙したか騙さないかっていうのは、私の認識としては全く騙すつもりでこれ販売してきたわけじゃありません。これ滝谷俊子君。西村参考人、これまで長く浅川参考人とお付き合いをされていると思いますけれども、浅川参考人は騙してないというふうにおっしゃられていますが、西村参考人もそう思いますか。西村参考人。まあ騙す意思があったかどうかというのは私では分かりませんけれども、まあ外形上は、外形上は、まあ、見かけ上はですね、騙したように見えると思います。竹谷俊子君。浅川社長は運用失敗したものを穴埋めできるというふうに、今もお金さえあればできるというふうに信じていらっしゃいますか。浅川参考人。いや、私はいろいろやってきてこんだけ損してますから、私はできると思ってます。竹谷俊子君。年に 25% の利回り出すことが驚異的だと言われているようなこの業界で、本当にそのように運用を前職の証券会社にいたときにご経験もされていないのにできるというふうに思っていることが本当に信じられない。その ことに対して渡辺参考人、どのように感じられますでしょうか。率直にお答えください。渡辺参考人。騙すつもりはないとこう言ってますけども、私どもではですね、当初から、まあ、詐欺行為というか騙すつもりというか、そういうふうに感じておりまして、大変、残念といいますか、詐欺ではないかというふうに現在も思っております。以上でございます。竹谷俊子君。石山参考人、浅川参考人とのお付き合いは何をきっかけに、いつから始められたのでしょうか。石山参考人。私がある年金基金におりました頃、訪ねてこられたのが最初であります。その時の話は、オプション戦略というものをうちではやっているけども、これはその年金基金の投資として可能なのかどうかというようなことで尋ねられたのが最初です。竹谷俊子君。その時年金基金の理事だったと石山参考人はおっしゃられますけれども、浅川参考人に基金の運用を委託しましたか。石山参考人。それはずいぶん後になってからだと思います。竹谷俊子君。後になってから委託したということでありますけれども、浅川参考人、石山参考人から委託されたものは、これは水増し等はしていなかったですか。浅川参考人。当時は新規募集をしていたと思うんですが、ちょっともう一回今手元にしまいありませんから、水増してない値段で買っていたと思います。竹谷俊子君。石山参考人は、まあ、今このような状況になって浅川参考人に対してどのように感じておられますか。石山参考人が理事だった基金は
水増ししてないということでありますけれども、このような状況を作ってしまったことに対して石山参考人どのように感じているか、そして石山参考人は今回その浅川参考人がここまで被害を大きくしたことに対して関わりはあったんでしょうか、なかったんでしょうか。石山参考人、後の方の質問から先にお答えさせていただきますと、関わりは全くありません。先ほどもちょっと申し上げましたように、AIJ に対するコンサルタントというのは運用には一切タッチしておりません。そういうことで関わりは全くありません。それから、浅川氏をどう思うかということでありますが、正直申し上げて、まさかこういうことになるような人だというふうに思っておりませんでした。竹谷俊子君。偽の、水増しした運用報告をしていたということでありますが、石山参考人も、このような研究所を主催されている年金の財政の運用のプロだということで、お仕事されてきたかと思いますけれども、 AIJ の運用成績に対して不自然さを感じたことは一度もなかったでしょうか。石山参考人。私のようなコンサルタント業というのは運用のプロではありません。いろんなものを比較考慮して、そして年金機器の皆さんに分かりやすく理解してもらう、そういう仕事が主たるものでございまして、そのいわゆる運用、お金を動かして運用する、そういうことでは全くありませんので、運用のプロではありません。それからもう一つ、不自然な点はなかったかということでありますが、パフォーマンスの上で、しかもヘッジがきちんとなされているとずっと思い込んでおりましたので、よもやよもや、よもやよもやという感じであります。竹谷俊子君。浅川参考人は何度聞いても騙してないというふうにおっしゃられるわけですけれども、石山参考人がよもやこういう状況だと思っていなかったということに対してどのように感じますか。浅川参考人。大変申し訳なく思っております。竹谷俊子君。騙していなかったのに申し訳ないと思うのはどうしてなんでしょうか。浅川参考人。石山さんをこういういろんな場に出て、しまったことに対して申し訳なく思っていることであって、基本的に私が騙す、この騙すって言葉の意味が非常にいろんな意味が含まれているということで、私もそれまでは騙すというつもりではっきり言って、運用もやってきたわけじゃありませんし、営業もやってきたわけじゃありませんから、そこだけは僕はもう頑として僕はそう思っております。今でも思っています。竹谷俊子君。浅川参考人が騙してない、そう言い続けるほどに被害者の方、また国民の方の浅川参考人への怒りは増すばかりだと思います。今被害者の方、国民が願っていることは、お金を返してほしい、あなたの資材をすべて投げ打ってでも私は返すべきではないかというふうに思います。でもそれはやらないというふうに先日の衆院でも言っておられた。自分は騙していないと言い張っていますけれども、失ったお金、それはあなたのお金ではありません。コツコツと長年にわたって毎月支払ってきた、額に汗して働く方々のお金なんです。もっと真摯に被害者の方、国民の方々に対して真実を明らかにするべきであると申し上げて質問を終わります。中西健二君。みんなの党の中西健二です。事実関係の究明は証券等取引監視委員会、と検察の方で、中心にやられているということでありますので、私は今日来ていただいた方々の、認識を中心にお伺いしていきたいというふうに考えております。まず、AIJ のホームページ拝見いたしましたけれども、本当に何も情報が載っていないホームページで大変びっくりいたしました。
この程度の情報開示しかない会社に運用を任せるということ自体も問題だと思いますが、一つ確認したいということがございます。2010年度の事業報告書だけがこのホームページにリンクされて貼られているわけですけれども、そして今日の資料の中にもその事業報告書入っていますが、営業収入が7900万であるのにかかわらず、営業外収益が3億3400万に上っているということになっておりますが、これは何なんでしょうか。浅川社長、お伺いしたいと思います。浅川参考人。はい、営業外収益っていうのは、待ってください。AIA の配当金か、ちょっと今手元に費用がないんでちょっとわからないんですが、配当金か、あるいはアイテムとのファンドの販売の手数料の一部かと思います。これ今言った営業外収益って海外からの配当金だと思います。 AI からの、はい、中西健二君。そこら辺の認識も曖昧だというのはちょっと困ったもんだなと思いますが、衆議院の、での答弁なども、考えさますと、多分ということですけれども、まず営業外収益というのはこれは HSBC からの、申請のナブに基づく、管理報酬、これ9年間で45億円ということですけれども、それから AIJ 自身が水増しして、作った NAB に、ナブに基づく ITM 承継の報酬、これ9年間で27億円、これを差っ引いたものが営業外収入で、それで、募集手数料9年間で9億2000万、これが営業収入と、こういう理解でよろしいんでしょうか。浅川参考人。そうだと思います。はい、中西健二君。そういう理解でありますと、この資料の中にもありますけれども、証券取引等監視委員会の公表資料によりますと、HSBC が作成した純資産額と、AIJ が水増しして作った純資産額は、初めの1年を除いて、HSBC が作ったもの、HSBC の申請 NAV の方が、ずっと小さくなってしまっている。当然水増しをしているわけですから、申請 NAV は小さくなっているということで、これは浅川さんも認めていることであります。そこで私は非常に不思議に思いますのは、西村参考人が HSBC から報告される NAV と AIJ 投資顧問からいただく NAV が一致していたので、虚偽という認識は近々近々まで持っていなかったというふうに衆議院で言っていることです。これどちらかが嘘を言っている、どちらかがおかしいことを言っているとしか思えないんですが、いかがでしょうか。西村参考人。募集をしてた期間ですね、1400億円強ですけれども、この新規募集の時には HSBC にお金を振り込んで、その約定書が来ているわけです。これに載っているのが HSBC から報告される基準価格ということになります。で、この基準価格と AIJ 投資顧問からの基準価格が一致していたということになります。中西健二君。一致しているというのはおかしいことでありませんか。 HSBC からは申請の NAV が来ているはずですね。そして、AIJ からは水増しした、価格が来ているということですから、一致するはずがないんですよ。どうして一致していたということになるんですか。西村参考人。募集している、募集した場合には必ず約定報告書ってきます。これはまあ日本の株の売買しても同じですけれども、その約定報告書の中のNAB、これは信頼に足るものなんですね。で、ここからはすべて明らかになった後の想像なんですけれども、募集していたものについては正しいネットアセットバリューが報告されていて、全体14本ありますので、それ以外のものについては、実際は、当然募集しているものと他のものと同じナブになっているというふうに我々販売している会社は思っていたわけですけれども、募集しているものとそうじゃないものとのナブに開きあって、結果的には全体として損していたということになっていると思います。中西健二君。新規のファンドの募集期間はどれぐらいなんでしょうか。西村参考人。2009年の半ばぐらいまでですね。中西健二君。お伺いしているのは、それぞれのファンドの募集期間というのはどれぐらいになっているんでしょうか。西村参考人。それぞれの募集期間、
まあ、ものによって違いますので、1年のものもあればそれ以下のものもあったかと思いますけども、そこのところはちょっと記憶にはっきりありません。中西健二君。今私の一つ前の質問に対する答えで、2009年まで新規募集を行っていたと、まあ、こんなような答えをされたんだと思いますけど、その2009年までの募集していた、ファンドに対する NAV は全体の NAV が反映されたんじゃないんですか。西村参考人。HSBC の NAV ということですか。はい、当然募集しているものに、募集しているものの NAV が全体のものが反映しているというふうに考えて当社としては販売しているわけです。中西健二君。だからその1400億だか1500億だか分かりませんけれども、それが反映された NAV だという理解だったわけですか。西村参考人。そうです、募集しているものとそうじゃないものも同じように正しい数字で出ていたというふうに考えています。中西健二君。全体の数字とそして、それぞれ、HSBC が出している NAV とそして、AIG が作っている NAV というのは当然すべてのものについて差があったという理解かどうか、浅川参考人にお聞きしたいと思います。浅川参考人。今新規募集しているものについては今 HSBC でやり取りするわけですから、それは新鮮な部でやっている。その他についてはそれに合わせるように水増しをしたと、こういうことでございます。中西健二君。ということはあなた方は新規募集にかかる間は水増しをしないで、お金を調達して販売して、そして新規募集期間が終わったらそこから水増しをした、そういう理解ですね。そういうことをおっしゃってるんですね。浅川参考人。新規募集をしている期間だけやってあと水増ししたというんじゃなくて、過去の流れから水増しをしたと。新規募集したものにつきましては基本的には水増しをしていない値段でやっているという、こういう認識でございます。中西健二君。そうしますと確認ですが、新規募集したものについては新規募集期間中は新生 NAV をそのまま使っていたと、そういうことですよね。浅川参考人。当然そうしないと発行できませんから新しくですね、それが当然新鮮なぶということでございます。中西健二君。ここに大変大きな騙す意図が感じられるのではないかというふうに思います。販売しようとするときにだけ新生 NAV を使って、そして販売が終わったところでお金を入れてもらったらその後は違う NAV を、水増しした NAV を出してくるということになっているわけですから、当然騙す意図があったのではないでしょうか。浅川参考人。そういうわけじゃなくて、要は新生ラボで募集をした期間というのは、例えば今西村社長から私は1年ぐらいだと思ってるんですけど、で、そのファンドについての追加募集をなければ打ち切るし、金額はこれまでって決めてるわけじゃありません。でだから全部水増しだということにはつながらないと私は思って、その水増しというのはどのものじゃなくて、その新規募集するために水増したわけでもないわけで、そこだけは申し上げておきたいと思います。中西健二君。申し上げているのは、新規募集期間中は新生の NAV を使いました、そして募集が終わったら新生の NAV ではなくて水増しの NAV をそのファンドについて使っているということ自体に騙す意図は感じられるということを申し上げているんですが、それはお認めになりませんか。浅川参考人。新規募集したときに騙す意図を持って新規募集したわけではありませんし、今逆に今この時点で損している時点で言われてみると、私はそれでも当時からそれを騙して新規募集をしようなんて思ったつもりは全くありません。中西健二君。そうしましたら、新規募集が終わったものについて、もし新規募集が終わったものについて水増しをしていた、新規募集をしていないものについて水増しをしていたという事実、これをどういうふうに説明するんでしょうか。新規募集のものについては水増しをしなかった、そして新規募集が終わった、新規募集をしていないものについては水増しをしていた、これが西村参考人の説明だと思いますけれども、それについてどういう意図を、浅川さんはどういう、区別を設けていたんですか。浅川参考人。どうしても僕はなかなか理解ちょっとできないんですけど、要するに新規募集したものについては申請をやってましたと、それ以外は水増してましたと、こ
これは事実、これは事実ですね。ただこれについて私何かをいいと思って、例えばそれぞれのファンド、例えば違う、まあ、ミレニアムファンドシリーズとかいろいろやってますけど、それは私がつけたわけじゃないですけど、それについてはまさに新鮮な部でただ募集してたわけで、募集が終わったのはだから2009年の初めだと思います。私は2008年からその以降は基本的にはずっともうあとは募集してない状況が続いてますから。高西健一君。とてもではありませんけれど、今の、説明で、納得できるということではありません。もう一つ、このエイム、グローバルファンドの投資家向け説明資料を見ていますと、日経225オプションの、ショートボラティリティが、投資戦略の中心だというふうに、書かれております。2010年度の事業報告書を見ますと、デリバティブ取引高総額57兆円のうち、株式先物、株式オプションは2兆2000億円に過ぎず、ほとんどすべてに当たる55兆円が債券先物、オプションでの取引だったと記載されていますが、これは本当の数字ですか。浅川参考人。これは本当の数字だと思っておりますけど、ただ今言ったように金額ベースで言うと確かにそうなんですけど、枚数ベース57兆円という金額に対して57万枚なんです。1年間で枚数で言うと分かりやすいんですけど、債券の場合は1枚1億円という単位ですから、金額的に見ると57兆円ですごく多く見える57万枚だということを申し上げておきたい。中西健二君。説明、投資家向け説明資料とは異なり、株式ファンドではなく、株式を中心とする投資戦略ではなくて債券ファンドだったということですか。浅川参考人。債券ファンドもあります。それから債券半分というのもありますし、要は全部その運用の中身でどれが一番要するに取引として取りやすかったかということで、たまたま枚数的には違いますけど、金額的には表の金額としては枚数的には、それでも、株よりも債券中心に運用したというのも事実だと思います。全体として見て。中西健二君。株式市場が低迷しているのは誰の目にも明らかだったので、債券で運用したように見せかけただけなんじゃないですか。運用実態なかったんじゃないですか。浅川参考人。運用実態がないっていうのは全く分からないんですが、57万枚の取引はしてるんですよ。だから運用実態そのものだと私は思うんですが。中西健二君。通常大きな金額で取引を繰り返せば市場に何らかの取引の痕跡が残るものですけれども、市場関係者の話を聞くと AIJ にはその痕跡は見られないという意見があります。このことをどのように説明されますか。浅川参考人。どこの市場関係者かは分かりませんが、現実にシンガポールを通じてその売買と売買伝票全部ありますから、その市場関係者、日本の市場関係者は知らないだけじゃないかと思います。これは実際にその売買伝票全部あります。それはと私は思ってます。今監視委員の方に全部言ってますが、運用実態は間違いなくあると思います。中西健二君。先ほどの私の質問ではなくて他の方の質問のときに、取引は証券会社一社とやっていたという、お答えをされていましたけれども、その一社というのはどこですか。浅川参考人。シンガポールにあるオングです。でそこはいろんな証券会社に出せるというメリットがあったということもありまして、ですから日本の国内の証券会社等にはなかなか分かりづらかったんじゃないかと思います。でどこに出しているか、その先は私は今分かりません。中西健二君。私がお尋ねしたのは、もし日本の証券会社であれば、顧客適合性原則から問題があるのではないか、その論点もあるのかなというふうに思いましたが、それをひょっとしたらあえて避けて海外の証券会社でやっていたのかもしれません。浅川社長、顧客とともに栄える、自己の利益より顧客の利益を先にすというあなたの出身会社の、出身証券会社のさぜを今でも覚えていらっしゃいますか。浅川参考人。当然覚えています。中西健二君。金融ビッグバン以来、金融業界は自由な環境の中で健全に成長すべく努力をしてきました。その金融業界全体の長年にわたる努力をあなたは踏みにじったわけですが、そのことに対してどのように思いますか。浅川参考人。結果としてこのような形になって本当に申し訳なく思っています。中西健二君。
質問を変えます。ここは国会の場なので、今後の金融行政をどのようにするべきかという観点からすると、浅川社長は大変貴重な意気承認でもあるということが言えるかと思います。あなたのこの10年間を振り返ったとき、金融庁はどうすればあなたの悪事を発見できたと思いますか。浅川参考人。それは悪事と言われれば悪事、結果としては悪かったので思いますが、それについてどうこうのって私は言う立場じゃありませんし、こういう場で申し上げる立場でもないと思っております。中西健二君。金融行政が、事後チェック中心のルールベースの監督体制にある中、あなたのようなことをする人間というのは今後も存在し続けると思いますか。浅川参考人。何度も申しますように、そもそもこのファンドというのは2002年から作った私募ファンドでございますから、オーダーメイド方式で作ったファンドなんです。ただこういう形で私がこうなってしまったというのは非常にもう他の投資顧問会社の方々に申し訳ないと思っています。ただこういう形でやるという方がいるのかどうか、またこういう形になっている投資顧問があるかどうかというにつきましては私は何とも言えません。で、厳しくすればいいというものではありませんし、で当時の私募投資のあり方ということからスタートしておりますので、運用報告書についても直近でございますから、ですからどうすればよいか、こうすればいいかということについても私も本当にコメントする立場にならないと思っているわけでございます。で、他の投資顧問の方には申し訳ないと思っております。中西健二君。衆議院での議論で運用報告書の改ざんについて騙すということではなくて水増した NAV を継続して今の状態を維持したいということで言っているわけですと、ちょっとよくわからないことをおっしゃっておりますが、これはしばらくバレないようにしていればいつか奇跡が起こって累損がすべて消えると、こう信じていたということですか。浅川参考人。これはもう当初申し上げたようにしばらくやってればそんなも余裕もう私はなかったです。当時はでそういうことやってやるとかそんな心の余裕もなかったし、真摯にそこに向かって戦っていました。ですからそんな余裕もなかったです。中西健二君。余裕がなかったということですから、いつか奇跡が起こるだろうと信じていたということですか。浅川参考人。それを奇跡というかという問題もありますが、私は奇跡でなくて日々やってきたわけで、それを奇跡を信じたということが正しいのかどうか私は分かりません。ただ一生懸命やってきたことは事実です。中西健二君。一生懸命やってきたということですが、バブル期に稼ぎまくった証券マンには、あなたのような人が多いのは、知っております。で、未だに業界に生息していることについては大変驚きました。金融についてあまり学ばずに勢いと口先だけで稼いでてきた人が大変多いということ、この10年間15年間の相場はそういう人には大変難しかったのではないかと思います。石山参考人にお伺いいたします。衆議院で自分は被害者だと明言されていましたが、今でもその考えは変わりませんか。石山参考人。その通りであります。なぜかと申しますと、仕組みとしてちゃんとリスクヘッジをしているということ、それが一番のポイントであり、なおかつ、年金基金側から見ると選択できる一つの運用戦略であるというふうに理解をしていましたので、それが全く違う状態になっておりますから、そう思っております。中西健二君。あなたはコンサルタントとして仕事をしていたわけですけれども、コンサルタントという意味ではプロだったわけですよね。にもかかわらず、被害者だというふうに言っておりますけど、あなたは一体何をしてきたんでしょうか。社保庁出身だということだけで仕事をしてきたんではないですか。石山参考人。手前味噌でありますが、私が年金基金の仕事を始めたのは年齢でいうと確か58歳だと思います。それから2年間というのは正直申し上げまして、それまでのどの時期よりもよく勉強して、このいわゆる新しい運用戦略を年金基金の中でどう生かせるかということをずいぶん研究したつもりでおります。中西健二君。ご自分のことは年金運用のプロではないということを先ほども認めてらっしゃいました。そうしましたら、あなたは一体何のプロなんでしょうか。あなたの顧客はプロとしてのあなたの話を聞いて、そしてあなたは報酬を払われているわけですが、何に対して報酬が払われていたんでしょうか。あなたは何のプロなんでしょうか、教えてください。石山参考人。年金基金で意思決定をする過程、少し長くなるかもしれませんが、意思決定をする過程というのは、
運用につきましてはそれぞれの年金基金に資産運用委員会というのがあります。でそれが運用に対その基金における運用に対する骨格を決めていくといいますか構築していくわけです。でそれに基づいて理事会という、まあ、これは法律上の組織ですけれども理事会で、それをも土台にして議論をして決めてそれを了承していくと。で最後に大委員会で決定していくとこういう手順を取るわけです。で特にその運用委員会でいろいろご検討いただくときに先ほどもちょっと触れましたが中小企業の経営者の現在経営されている方は非常に厳しい環境を乗り越えて今も経営していらっしゃるわけで経済に対する言いますか感濃度といいますかその、そういうものは非常に高いものがあるんで具体的に、いろんな議論できる資料を提供してやることによって最初出だしは正反対の意見であってもいずれ1時間くらい経つと修練していくということを自分でも経験しておりますので私のやるべきことあるいはコンサルタントのやるべきことは基金に代わって意思決定をするのではありません。基金の意思決定をできるだけ具体的に議論しながら進めていくその応援をするといいますか助言をしたり支援をしたりそれが私の仕事です。中西健二君私はまあ言葉の定義にもよりますけれども、まあ、官僚出身者がどこかに関連会社に行くということ、すべてが悪いというふうに思っているわけではありませんが、過去の職歴だけに頼って要職に就くこと、これは非常に大きな問題だというふうに思っています。社保庁出身者が厚生年金基金に多く天下り、あなたのようなコンサルがその周りをばっこしているという状況は、最悪の天下りパターンなんではないかというふうに私自身は考えております。最後に渡辺参考人にお聞きしたいかと思います。詐欺以外の何者でもない当初から騙されていたと強く感じているというお話でしたけれども投資勧誘のあり方 ITM 証券の投資勧誘のあり方について問題をどのように感じておりますでしょうか。渡辺参考人。はい、先ほど述べさせていただきましたけれども勧誘に来たときにですねその改ざんをしているというようなことは一切なくてですね運用がうまくいっているということで私ども3年間観察させていただきました。それで、経済情勢も良くならなくて悪い状況でですね、IAJ の運用が非常にうまくいっているというふうに見せかけられてですね、私どもが採用したということでございます。中西健二君。投資勧誘の中で非常にうまくいくんだ、こうしたような断言的な投資勧誘の手法が取られてましたでしょうか。渡辺参考人。もう一度すいません。西健二君証券会社からの、勧誘の際に、かなり断定的に、このファンドの利回りはいいはずだと、このような、ことは、セールスが言ったり証券マンが言ったりしたでしょうか。渡辺参考人。はい、一応私どもではですね投機金の資産の3分の1を政府にしております。それと、信託に3分の1でそれをですね、AIJ に変えたということはそういうやはり3分の1なんですけれどもそういう話だったもんですから、切り替えたということでございます。中西健二君。最後の質問になりますが渡辺参考人は被害者当然被害者ということではありますけれども年金企業年金加入者からしますと、運用を委託制しているのが渡辺参考人ということに年金基金ということになりますので、いわばプロとして運用を委託しているということになるわけですが渡辺参考人ご自身もし自分の年金基金のことを考えてプロだというふうにお思いになりますか。渡辺参考人。はい、私自身いやプロとは思っておりません。中西健二君。年金基金の制度そのものこれを変えていかなければならないというふうに私は強く思います。こうしたことをまた委員会で今後やっていきたいと思います。どうもありがとうございました。大門美樹君。衆参の今までの質疑を通じてですね浅川さんはですね騙すつもりはなかったということを一貫して言われております。で先ほど、結果として悪事という話もありましたけれど、つもりがあるかないかどうか、つまり意図的だったかどうかというのは何の分かれ目かといいますと、詐欺罪に問われるかどうかの分かれ目になる。だずっと一貫してつもりがなかった部分について否定されているんではないかと。で西村さんについて言えば知らなかったと、事件が起きてからだと知ったのはと、これ知っていたら何になるかというと、詐欺罪に対する共犯になります。ずっとその一点を守って、この参考人質疑でお答えを されてきたというふうに感じざるを得ないわけですけれども、お二人で何ですか、この国会の参考人質疑にあたって、
何かそういう点だけはというのは打ち合わせでもされたんですか。浅川参考人からお願いします。実はもう打ち合わせできるような状況にありません。それは述べておきたい、はい、西村参考人。打ち合わせはしておりません。大門美樹君。弁護士さんとかの関係もあると思いますが、国会の役割というのはですね、犯罪を立証することではございません。私たちそういう証拠処理も持っておりません。これは検察なり、証券、監視委員会のまず役割だと思いますが、国会としては今もございましたが、二度とこういうことが起きないようにですね、どういう仕組みを作るかというための参考人質疑でございますが、その前提として事実はきちっと述べてもらわなければ困ります。次は証人喚問に間違いなくなるというふうに思いますので、今日は参考人質疑だからということでごまかさないでですね、あるいは答えることも答えないということはないように、今日のうちに答えておいていただきたいと。後で証人喚問の時に違ったということは許されませんので、きちっと事実関係答えてもらいたいと思います。で、最大の疑問はなぜ AIJ がですね、長年にわたってこういう総資産額改ざんを続けてこれたのかと、なぜ周りが気がつかなかったのかという点が最大の焦点の一つだというふうに思いますけれども、この点では西村社長はですね、どう考えても、このファンドの評価額ですね、 NAV ですね、を知らなかったと今どう考えても不自然だというふうに思います。で、一つお聞きしたいと思うんですけれども、その浅川さんが、こう運営されているといいますか、投資対象にしているファンドの中にですね、この西村さんのところの ITM の未公開株というのも入っているんじゃないですか。浅川さん、いかがですか。浅川参考人。当初はですね、まだ小さな2002年に作って、2002年の5月に作って、年金基金が入ってきたのは2003年の5月からでございます。ですからブティック型のファンドでございまして、お客さんのニーズに合わせたファンドを作った。で、実は ITM のファンの株を入れたかどうかということにつきましては、基本的には当時2002年の9月かなんかに最初に入れてます。これ別に未公開株投資ですから、別に何ら問題はないと思っているわけでございます。大門美樹君。その未公開株の評価額をですね、評価額をどうするかによってファンドの価値が上がります。上がります。つまりその ITM の未公開株をこう水増しするといいますか、評価額を上げることによってファンドの価格を上げたと、上げるように西村さんに依頼したと、西村さん頼まれたというようなことを、まあ、西村さん、そういうことなかったですか。西村参考人。当時ファンドのサイズも低かったですし、失礼しました。ファンドのサイズは小さかったし、オプションと未公開株が投資の柱であるという、まあ、こういう建前でしたから、当社の株価を評価外といいますか、少し高く見積もれば、ネットアセットバリューを、募集額と同じぐらいに上げることは可能だったんですね。まあ、そういった手伝いをしたことは初年度ではありました。大門美樹君。今そういうことがあったということなんですが、浅川社長、そういう ITM の株、未公開株を操作してファンドの価値を上げるということがあったとおっしゃったですね、今ね。そういうことを指示されたんですか。浅川参考人。それについては全く指示してませんし、で、ただITM の株を買った後、確かもう2003年の話ですからあれですけど、ファンド本体で持つのはまずいんじゃないかということで、投資の組合を投資へ通して買ったという形になっていると思う。最初ファンド本体で買ったと思います。で、投資の組合に移したというのが、まあ、実は本当だと思います。ですからそれによってファンドの価値を上げたかどうかということについては、私は今日では記憶ありません。大門美樹君。
証人喚問もありますので、次の時に浅川さん、そういう答えはできないというふうに思いますが、もう一つ疑問がありましてね、先ほど中西議員とのやり取りでございますが、西村さんはその HSBC からのですね、ナビの報告と AIG から来るのは一致していたんで、という話をずっとされていましたよね。で、一致してるのはおかしいんじゃないかという質問がありましたけれども、実は私は一致してたんじゃないかと思うんですよ。で、先ほど浅川さんが説明されたのがですね、実はこういうことじゃないんですか。いかにも水増しとか操作してないようですけれども、つまりですね、この AIM のグローバルファンドっていうのは14のサブファンドがあるとですね。で、その全体はですね、価値が落ちておりますけれども、一つのファンドについて、そこに利益を、ある資産を移す、利益を移して、一つのファンドだけ、利益が出ているように見せかける。で、他はマイナスにすると。全体としては、申請評価で、非常に低いわけですが、利益を移すことによって、一つのファンドは、高い価値になると。で、新規募集の時は、それを、そこに入れると。で、HSBC は確かにそこの評価をするわけですから、高い評価をする。つまり、そういうことによって操作をされてきたということを、先ほどおっしゃりたかったんではないですか、浅川社長。浅川参考人。そこについては、私、ちょっとね、コメントできないですね。今、思い出しても、ちょっと、そういうことをやったつもりもありません。ですから、14本作る過程というのはいろんなニーズがありました。最初はだからブティック型ってよく言ってますけど、それぞれのお客さんの名前ちょっと今で出したくないんで、それぞれに合わせた形のファンドを作ってきたし、結果それがお客様のニーズと、うちが最初のスタートにしてくれとか、そういったことで14本になったと思ってます。ファンドは今言ってるそれに合わせてっていう意図かどうかっていうのは、私はそのつもりは全くないと思ってますけど、はい。大門美樹君。ここもね、捜査当局ではありませんので、これ以上あなたが否定すると、知らなかったとか覚えてないと言われると、なんともやりようがないわけですけれども、先ほどね、西村さんは、ちょっとそういうことをおっしゃりたかったんではないかなと、その申請だと、HSBC が来るのは申請だという意味は、別に一つの全体は、あとは別にその一つのファンドについては嘘を評価したわけではないと。でしかし、あの時に考えると、そんな評価、利益が出るわけありませんから、他のところの利益をそこに移して、他をマイナスにしてやっていて、それでごまかしたんじゃないかなというふうに、それしか考えられないですね。社長が言われた水増しというのは、HSBC 水増しできませんから、あるファンドについて、ちゃんとそれを評価するしかないわけですから。HBC 以上は水増しできないんですよね。評価するにはそこに利益が固まっていたから、そのまま評価したからだというふうにしか考えられないわけですよ。水増しというのはそういうことしか考えられないわけですね。HBC は水増してないということで、水増したのは皆さんの方であって、つまりそこに HSBC がちゃんと申請で評価する金額があったと、価格があったから一致したものがね、来たとしか考えられないわけですね。西村さん、そういうことをおっしゃりたかったじゃないですか。西村参考人。SEC から過去何年間のマイナスの評価がずっと出てきて、それを見まして、ずっと HSBC からの買い付けの時のナブが正しいもので、他もみんな一緒だというふうに思ってたわけですけども、今回の事件が発覚して、思ったのは、今おっしゃったように、募集してたものだけ、数字がちゃんとしてて、後のものについてはクエスチョンという感じではなかったかというふうに、先ほどお話しした通りです。大門美樹君。まだまだ疑惑がありますので、ね、証人喚問もあると思いますから、次のちょっと疑惑、時間の関係を指摘したいと思いますけれども、AIJ はですね、新規顧客から集めた資金を AIMM グローバルファンドに向けることなく、この解約資金に回したと、自転車操業をやってきたというふうに指摘はされておりますが、ずっと否定をされております。しかし、佐藤ゆかり議員がお配りされた資料にもありますし、証券取引委員会の資料がございますけれど、佐藤先生のだと4ページ目ですけどね、これはですね、証券監視委員会が
すでに皆さんからの検査で、はっきりさせたものだからこうやって、監視委員会の資料として公表しているわけでございます。これどう見てもですね、つまりこの2つの投資事業組合を経由して、解約顧客にお金を回していると、スルーストレートの場合もあります。で、何を言いたいかと言いますと、この AIM グローバルファンドは純資産が目減りしておりますから、ここから解約資金が出せないというのがこのペケ印でございます。したがって新規顧客に解約資金を出すためには、この2つの投資事業組合を使ったということをもう証券等監視委員会の検査で分かっているから、こういう資料を作っているわけですね。で、これはどういうことかといいますと、まず個々にある投資事業組合が持っている資金を使って、まず解約顧客にこちらから払うわけです。上の AIM グローバルファンドからではございません。それを新規顧客を募って埋めると、埋めるのはこの投資事業、下の投資事業組合に埋めると、こういうことをやっていたという資料でございます。これは浅川さん否定されませんね。浅川参考人。全く否定しません。大門美樹君。そうするとね、 ITM 証券の責任者である西村さんに聞きたいんですけれど、あなたの証券会社を使ってこういうことが行われていたということですね。これは否定されるんですか。西村参考人。こういうスキームになっているというのは監視委員会にこれが出てから初めて分かったんですけども、相対取引で新規、解約の手続きが来たときにはですね、まあ、AIA が買い取っているというのが当社の中での動きでして、この投資事業組合が買っていたということは認識がありませんでした。大門美樹君。だってあなたはこういうことを認識がないで、誰がこれをやれるんですか。あなた証券が、この証券会社の責任者でしょ。で、一切気がつかないというのはありえないじゃないですか。これ西村参考人。今言いましたように、お客様が解約をされたときの相対のお客様は、これではベンチャーインベストメントアルファに見えますけれども、AIA という浅川さんの会社が買取相手になって、その約定をつけてただけなんです。だからこういう仕組み、最終的にはこういう仕組みになっているのかもしれませんけれども、当社の中ではこういう実態は見えなかったということです。大門美樹君。これはですね、これもその知らなかったです、ここでは済むかも分かりませんが、あなたの責任問われますよね。こういうことが長い間行われてきたことについてね、知らなかったでは済まないですよ。あなたの証券じゃなければね、あなたの証券使われたわけだし、で、これが、私はあなたも当然これは感づいておられたと、少なくとも。だから浅川さんにね、そういうことを確認するとか、そういう関係じゃなかったと、言われる通りやってきたと言われればそうかもわからないけれども、こういうこれだけの流れがあってですね、全然気がつかなかったというのが不自然でございますし、責任は問われると思います。で、当然これはグローバルファンドからお金がもう目減りして出せないというのを承知してやるスキームだから、したがってグローバルファンドにある目減り資産が目減りしているということをですね、あなたはこの点で知ってたはずですよ。知ってたはずですよ。それを知らなかった知らなかったと言われますけど、このスキームがこのもう検査ではっきりしているならば、あなたは当然知ってたというふうに思います。ちょっとこれは指摘だけ知らないと言われると ここではそれ以上ありませんので、指摘だけしておきたいというふうに思います。で、もう一つですね、AIJ の浅川社長聞きたいんですけども、AIJ には接待交際費が、私が入手した資料だけでも、毎年1000万円を超えております。これ、どこを接待されたんでしょうか。浅川参考人。ちょっとその前の質問に対して僕答えたいんですが、よろしいでしょうか。大門美樹君。いいです。実は今誤解なさっているのは、西村社長もちょっと答えられなかったと思うんですが、 AI 2009年の2月にアイテム証券に金融庁の検査が入りました。で、その時に、今までは投資事業組合ごとに、転売した分、そんな金額は少ないんですが、受けてた部分はあります。そうすると受けた分をこれを1年以内に解約したらまずいということなんで、
AIA、要するに管理会社ならいいということを、私下の、金融庁がいいって言ったわけじゃありませんが、そうすると、1年以内でもこう転売で可能になると。この図で言いますと、実は投資信用組合の下にAIA が入って、AIA はすべて、投資信用組合の窓口になった。なぜかと申しますと、実は、オングファーストというのはすべて、すべてですね、入りはいいんですけど、出は全部 AI を通してくるものですから、AI に周知したということでございます。はい。それが結果として、今申し上げたことで、スキム図としてそうなります。じゃ長くなって申しません。それと、今ご質問の件については、もうちょっと、喋ってます。すいません、喋ったら忘れちゃいました。大門美樹君。AIA と言われますけど、AI は一心同体のペーパーカンパニーですからね。ね、知らない人がいると思って言っちゃダメですよ、うん、AIA とペーパーカンパニーなんだから、あなたがやったって同じことなんだからね。で、次の質問を申し上げたのは、その AIJ の資料によりますとですね、接待交際費が年間1000万を超えております。どこに向けた接待をされたのかを聞いております。浅川参考人。それは今私どもの加入していただいた年金委員さんおよび一般投資家の皆様が、あるいは私の知人とか含めたものだと思います。大門美樹君。そうすると AIJ の主な顧客は年金基金でございますから、年金基金の担当者の方々の接待も入っているということですか。浅川参考人。全然入ってないということは嘘になります。当然入っております。大門美樹君。あなたはあれですかね、年金基金の理事の方々はですね、みなし公務員ということで、そういう接待を受けちゃいけないということはご存知でしたか。浅川参考人。接待という意味で言われると問題ありますが、例えば企業年金の方とか、そのいろんな私の知人も含めてやってますが、それを要するにのの飲み食いしたと、こういう発想ではないです。大門一君。私はですね、年金基金の担当者の方々がいかにもなんか新聞報道ではね、素人でね、知らなかったんだという感じが多いんですけれど、本当なのかと。AIJ の高い利回りを見るとですね、別に素人だってちょっと他と比べて危ないんじゃないのと思うはずです。高い利回りだから乗せられるという方がおかしいなと実は思っておりまして、そう簡単にですね、はいはい高い利回りだからって信用してね、素人だからやったとちょっと私は信じておりません。むしろ浅川さん独特の今までの営業手法ですね、野村から培ったですね、そういう接待交際とか、あなたの個人的なこの迫力とか、いうことで、まあ契約したら一杯飲みに行くっていうのがね、打ち上げ、契約祝いやるのはもう上等、常にそういうことやられたということですけれども、そういうあなたのお金を使った営業力で年金基金の方々は全部とは言いませんがかなりの部分はね、任せたんじゃないかと思っているわけでございます。ちょっと大体接待交際1000万、1200万、1400万ぐらいですけれども、従業員の方々は10人前後ですよね、取締役以外はですね、ほとんどあれですか、浅川さんがそういう方々を接待されたんですか、年金基金の方々。浅川参考人。年金基金さんの方は結構厳格でございまして、みんな自分で払います。でこちらから接待を狙ったりするところじゃなくて、皆さん結構そういう意味では準公務員って先ほど申しましたけど、そういう面では非常に、そういう部分が多いです。だからそうじゃない方も一部あるかもしれませんけど、ただ私にとってはあと社員の接待とか、まあ、接待じゃなくて社員と一緒になってやったという部分もありますから、1400万と月100万円ですから、100万円ちょっとですから、あとは私自分のお金で飲み食いするとはそういうことはしましたけど、そういう面ではないと思ってますけど、はい。大門美樹君。先ほどはありますと話でないと思うのはどっちなんですか。年金基金の担当者の方々を接待したことあるんですかないんですか。浅川参考人。要は接待というか、結局飲みに行っても割り勘ですから、そういう面では接待をしたという覚えは部分はありました。お弁当を食べたとかそういう部分はあるかもしれませんけど、
そういう意味での過剰接待というようなことはまずなかったと思っております。大門美樹君、まあ、これもお宅の領収書にはそういうところ名前、相手の名前書かないとかね、いろいろ工夫をしているみたいですね。そういうこともあってですね、後で名前が出てはまずい方々ですからね、これも明らかになってくるというふうに思います。で、そもそもですね、浅川さんの年収7000万ですか、衆議院のお答えになったの、まあ、どこからの収入なんですか。浅川参考人、これは前から申し上げた申請なナブによる管理報酬およびパフォーマンス費、管理報酬というのは信託報酬とかパフォーマンス費、これに基づく、配当ですね。それとアイテム証券から来る、先ほど言いました販売手数料、それから来る年収だと思います。大間美樹君、そしたらITM とか含めて AIJ からでなくだけじゃなくって、 ITM とか、いろんなお持ちになっている株とか全て合わせて7000万ということでよろしいですか。浅川参考人、株の配当ってもらったことありませんから、その分だけです、私がもらっている収入というのは。はい。大門美樹君、で今現在あなたは お持ちになっている資産はいくらお持ちになっているんですか。浅川参考人、自分じゃ計算はありませんけど、マイナスになるかプラス、あと株だけですか、会社の株だけですから、どうですか、ほとんどないんじゃないかと思いますけど、2000万か3000万ぐらいじゃないかと思いますけどね。2000万もあるかどうか、これも税金で取られちゃいますから、税金というか所得税、去年までの所得税で都民税とか払いますんで。大門美樹君、ボソボソここで愚痴言ってもらってもしょうがないですよ。どれぐらい評価でお持ちなのかを聞いてるんですよ。浅川参考人、的確にお答えください。はい、金額がわからないですよ。株っていうのは評価ないから、今現在現金は今2000万ぐらいしか、2、3000万しかないと思います。大門美樹君、そのお持ちの資産を今回、まあ、2000万でどうこうではありませんけど、あなたの気持ちとして全部この損した方々に全部お出しになるという気持ちはございませんか。浅川参考人、これ衆議院にも聞かれましたけど、私の気持ちとして出すか出さないかという問題と、この事件に絡んで不正な金をもらったという認識はないんですよ。だからそれを私は今ある全財産という自分の個人のことを今問われるのはそんな場じゃないと僕は思ってますから、だから、分与財産を、財与財産を適切にまずやることが私の責任だと思います。ですから私の金を出すということは、私自身がもう詐欺をしたとかいうことを認める行為だと思っているわけでございます。大門美樹君、まだお聞きしたくていっぱいありますが、一つだけ最後聞きますけれども、これ佐藤委員の資料で言えば2ページ目で、これも証券監視取委員会の資料なんですが、デリバティブ取引損益および純資産額の推移ですけど、私これバクッとこう全体見てて不思議なのはですね、損をされた以上に水増しをされております。損をした以上に水増しをされております。なぜ損したを取り戻す云々だけならですね、損した以上に水増しする必要があるんでしょうか。浅川参考人、損した以上に水増しという、その当時はまあどうやって水増しをしたかということだと思いますけど、理由は相場環境等を踏まえて、出しているということしか私、今の私は言う、損した額がとりあえずいくらだったか、だからこうやって毎月出しているわけですから、それによって水増しをいくらにしたかどうかということを決めたわけじゃございません。大門美樹君、委員長、承認喚問を お願いしたいということを申し上げて質問を終わります。五国理事会にて協議させていただきたいと思います。以上で参考人に対する質疑が終了いたしました。参考人の方々に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。本日はこれにて散会いたします。